2月3日水曜日の洗濯天気予報をお届けします。こちらは洗濯指数マップとなっているんですが、今日は関東以西のエリアでは乾きやすい、よく乾くというところも多くなっています。東京、高知、そして那覇ではよく乾く予想、大阪、広島、福岡では乾きやすい予想となっていますが、名古屋では乾きにくい予想となっています。ではお天気の流れも見ていきたいと思います。今日は冬型の気圧配置となっているため、日本海側、北海道から東北、北陸、そして近畿の北部や山陰にかけては雲が広がり、雨や雪の降りやすいお天気です。一方で太平洋側エリア、関東以西では晴れるところが多くなる予想です。また今日のお天気のポイントを見ていきましょう。空読みを見ていきますと、今日はこちらの水色のエリアを注目していきたいと思います。西日本のエリアでも晴れるところは多くはなっていくんですが、特に午前中はこちら、ぼやけた雲低低い雲に注目をしてみてください。雪や雨の降るサインとなりそうです。一部日本海側から雲が流れ込むことでにわか雨やにわか雪の可能性がありそうです。だんだんとお天気は回復へと向かいますので、空の変化に注意しながらお洗濯物も外干しをしてみてください。以上、洗濯天気予報をお届けしました。